ワークマンって言ったらやっぱり俺でしょ。皆さんお待たせしました。本日はワークマンから出た新カーボンシューズを徹底レビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。ズドン、アスレシューズハイバウンスオーバードライブでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつも通り全方向からお見せしたいと思います。どうですかどうですか皆さん、とうとう出ましたね。とうとうワークマンからカーボンシューズ、見てください。ほら、ここちょっとうっすら見えるこの愛おしいのがカーボンでございますよ。まずは情報の方から述べさせていただきたいと思います。お値段の方が税込2900円になります。ズドン、やばい。これがまずやばい。本当にやばいっすね。2900円。しかもありがたいことに税込み。で、色の方がね、このオレンジっぽい赤。オレンジっぽい赤と、あともう一個はブラックですね。の2種類。2種類ありますと。僕がね、いつも履いてるのが、ナイキとかだと27か 27.5 多いんですけど、こちらの方はね、26が僕はちょうどいいんで、まあ大体ざっくり1センチマイナスくらいがちょうどいいのかな。うん、ちょっと大きめな作りになってるんで、ちょっと一回やっぱね、皆さん、しばきはしてほしいかもしれないですね。ワークマンに関してはいつも僕26とかなんで、うん。ネットでも買えるかもしれませんけど、しばきをおすすめします。何がこんなにね、話題になってるかと言いますと、とうとうワークマンからカーボンシューズが出たということで、こちらね、ミッドソールに含まれているドリブンプレートですね。ドリブンプレートというカーボンが配合されているプレートが搭載されていると。で、ミッドソールにさらに、バウンステック。まあ、ナイキとかで言うと、分かりやすく言うと、ズーム X みたいな位置づけの高反発ソールも搭載されて。本当にだから、ベイパーですよね。ベイパーはズーム X に、プラスアルファ、カーボンプレートが搭載されたことによって、もう反発力をね、生むという、推進力を生む靴になってますけど、そんな感じのシューズになっております。まあ、あとは変わったところで言うと、このスケルトン素材のアッパー部分ですね。アッパー部分。これめちゃめちゃいいっすね。ぶっちゃけ。このスケルトン素材のアッパー部分、かなり改良されてると思います。このね、終端部分が、このちょっと真ん中が凹み、くぼみがあるの分かりますか？足首の形に沿いやすいように作ってあるんですけど、こういうね、細かいところも、ね、嬉しいですよね。ヒールの方もね、硬すぎない感じで、ヒールクリップみたいな感じでできてるんで、結構ロックされる感じで、安定感ありますと。アウトソール部分。しっかりとしたラバーでね。まあ、こんな感じですかね。情報だけで言うと。で、こっからですよ。もうね、私、竹本和樹、ランニング1年生の時に、ワークマンのシューズに本当にお世話になりっぱなしだったので、本当に今回ちょっとね、4作目ですか。もう僕は、アスレシューズ。そしてアスレシューズハイバウンス。アスレシューズハイバウンスドリブンソール。そして今回で4作目。アスレシューズハイバウンスオーバードライブ。となってこの最初の2作めちゃめちゃ使ってたんで。特に2作目のハイバウンス。もうほんと1000キロくらい。それでジョグしたと言っても過言ではない。うん、もっと走ってるかもしれない。本当にお世話になったシューズなので、今回ね、もうめちゃめちゃ、思い入れがあるんで、ちょっとね、徹底的に比較していこうかなと。その4つも。メインで3つにしようかな。ハイバウンス、ドリブンソール、オーバードライブがどう違うのかとかもちょっとね、情報で上げていけたらなと思います。で、まずじゃあ、オーバードライブ。履いてみた感想ですね。履いてみた感想。長野マラソンの日に発売して4月17日。そっからまあ、40キロくらいかな。40キロくらいしかちょっと試せてはないんですけど、まあ短い距離だったり、ちょっと10キロジョグしてみたり、早めのインターバル入れてみたりみたいな感じでちょっとね、いろんなパターンで試してみたんですけども、どのパターンでもいけます。動画見てもらったらね、わかると思うんですけど、長野マラソン翌日 2000TT やった時もこれでね、走ったんですけど、反発だけやっぱベイパースカイの方が強いなって感覚はあるんですけど、それ以外はもう本当に普通の高機能ランニングシューズというか、重さもまあ、240g、公式発表で 240g で、僕さっき自分の電子測りで測ったら、まあ、ほとんど一緒、242g だったんですけど、うん、重さもね、まあ、レーシングシューズにしてはちょっとやや重いのかもしれないですけど、もう重さも全然感じず、スピードも出て、うん、3分21秒か。3分21秒で走ったんですよ、1000m。何も気にならなかった。かな。で、ただ一つ、その日ちょっと雨降ってて、トラックで走ったんですけど、まあ、新品だったからかもしれない。ちょっとね、そこはちょっと何とも言えないんですけど、若干滑ったなっていうのはあるんですよ。その日だけ。その日だけ。ロードとかそれ以外の日に走った時はもう全く感じなかったんですけど、ちょっと新品だったからかもしれないです。だんだんね、ここはちょっとずつ、削れてきて、グリップ力が増す感じはあるかもしれないので、なんとも言えないんですけど、その時はちょっと滑るなって感覚はありましたけど、それ以外気になる点はほんとほぼなくて、あとはね、多分合う人合わない人いると思いますけど、僕結構足幅広なんですよ。で、これ履いてたらもうほんとちょうどいいくらい。なんならちょっと幅広いくらい。やや。ほんとややですけど、ちょっとだけ。結構足、細い人は、その甲が細い人は、ちょっと広く感じちゃうのかな。幅狭な人はね。うん。っていうのはあるかもしれないです。実際。そこくらいかな。でも本当にこのね、ベイパーを思わせるようなね、スケルトン素材もすごいテンション上がりますし。まあ他の靴とちょっと比較していくと、クッション性で言うんだったら、順番的には一番ハイバウンスがあって、次がこのオーバードライブ。そしてドリブンソールって感じですね。僕の中では。で、反発に関してはやっぱりこれが一番あります。オーバードライブ。その次が難しいところなんだけど、僕はハイバウンス、ドリブンソールかな。ドリブンソールはほんと完全ロッカー型のシューズって感じなんで、ゆりかごみたいなこう、足を楽に運ばしてくれるシューズ。まあこれも一応ね、ちょっとつま先反り上がってて、ロッカー構造ではあるんですけど、ドリブンソールほどではない。で、ドリブンソールで気になってたこのね、つま先部分がドリブンソールはほんと安全靴みたいに硬いんですよ。そこもね、今回改良されてて、この柔らかいんですよね。ここ色違うところ。ちょっと硬そうには見えるんですけど、もうほんと全然柔らかくて。ドリブンソールはここがね、ここだけ安全靴みたいな硬さがあって、指が当たると痛いなっていう感覚があったんで、そこも改良されてます。ただロッカー構造に関してはドリブンソールのがあるかなって。まあそこは好みですね。うん。クッション性に関してはやっぱ、まあさっきも言いましたが、ハイバウンスの方が感じる。やっぱこっちプレート入ってるんで、ハイバウンスはもうバウンステックだけで、まあ、言うなればズーム X だけ入ってますって感じなんで、それに、こっちはね、カーボン配合プレートが入ってるんで、やや硬く感じるけど、まあ、硬いことはない。うん。比べたらやや硬く感じるんですけど、まあ、そんなに硬くも感じず、すごい走りやすい感じ。逆に、バウンステックだけだと、まあ僕は好きなんですけど、ぐにゃんとした感じ。プリンみたいなやつ。よく僕が言わせてもらってるの。プリンみたいなブニュンっていう感覚あるんですけど、それがなくて安定感あるシューズ。まあ、本当に言うなればですけど、言うなればアシックスのメタスピードエッジに僕は一番近いんじゃないかなと思いますね。うん。エッジに近いような感覚かな。やっぱスカイほどは反発もないですし。で、このロッカー構造がちょっとエッジにね、似てる感じあるんで、どっちかというと、ピッチで走る方とか、まあ、ヒールストライクで走る方とかは、恩恵を感じやすいシューズになってるのかなと思います。重さの方もね、さっきもちょっと言ったんですけど、こちらが 240g で、ハイバウンスが 240g、一緒くらい。で、ドリブンソールだけ 300g 超えてくるんで、ドリブンソールだけちょっとやや重いかなって感じはありますね。オーバードライブに関してはね、240g で走っててもそんな重さは感じないんで、まさか2900円でこんなシューズが登場するとは思わなかったですし、もうほんとね、忖度なしで行くんだったらもう僕ね、宇佐帰国市場出ちゃうかと思いながらちょっとね、サングラスも準備してたんですけど、今回は出ませんということで。このね、下りわかんない人はちょっとぜひね、ドンキベイパーの方を見てもらえると、ドンキベイパーの動画見ていただくと、僕はね、どんだけ忖度しないかがわかるんで、ぜひそちらの方見てほしいんですけど、だから今回ぶっちゃけワークマンさんからカーボンシューズが出るって聞いた時に、この流れやめてほしいなって僕正直思ってたんですよ。ワークマンフリークだし、ワークマン好きなんですけど、ちょっとドンキベイパーの件もあったから、そういうのやめた方がいいんじゃないと思ったんですよ。とりあえずなんかそのね、話題に乗っかって、ちょっと安めに出して、みたいな。でもみんなまあそんな結局、興味で買うけど使えないみたいな。シューズが登場してしまうのかなと思ったんですけど、もうそんなことない。ビビるわ。しかも2900円。ドンキーペーパー確か7000円から8000円くらいしたんでね。2900円ってどういうこっちゃない。うん、やばいぞ、これ、本当に。どんな人におすすめかっていうところですね。対象で言うと、まあ、エリートランナー以外じゃないですか。エリートランナーの方でも全然興味本位で履けるし、まあ、練習では全然履けるんですけど、多分レースでは絶対使わない。っていうところかな。ただ、今からランニング始めるよとか、ランニング始めて1年2年目くらいで、まだカーボンシューズってものを履いたことありませんよ。あんまりシューズにこだわってませんよって方は、まずカーボンシューズとは何ぞやの1個目のこのね、入門としてはかなりっすよ。これがシューズの反発なんだっていうのが分かる、本当に入門の靴になってます。でね、お値段の方がだいたい普通のカーボンシューズより10分の1とか9分の1とかなんで、一足買ってみる分にはいいんじゃないですか。これが反発シューズで、いいな反発シューズと思って、次、ちゃんとね、もうめっちゃ本格的なスーパーな靴をね、3万近くする靴を買っていただくと、順番としてはかなりいいんじゃないかなっていう。反発とは何ぞやが分かるシューズには完全になってます。そのめちゃめちゃね、ビョーンビョーンみたいな反発ではないですけど、さっきも言ったけど、エッジに近い。メタスピードエッジに近い。エッジもね、僕はね、あんまり反発を感じなかったんですね。スカイと比べたらって感じになっちゃうけど、エッジほどは反発ないかもしれませんが、エッジに近い感覚ですね、本当に。まだ僕は3、40キロしか走ってないんですけど、これを履いてね。1個だけ。これは僕のね、想像の話になってしまうので、違ったらほんと申し訳ないんですけど、公式サイトの書き方が、カーボン配合プレートって書いてあるんですね。カーボン配合プレート。なので、多分ね、他のその3万くらいで売ってるカーボンシューズほどの純度のカーボンではないと思うんですよ。おそらく。ちゃんとカーボンだよってわけではないと思うんですよね。その書き方してる感じ。配合なんで、入ってるよ。何パーかわかんないけど、純度 100% でもないと思う、カーボン具合が。なので、その、へたり方、カーボンの感じ方が、どんだけこれが持続するのかが、ちょっとぶっちゃけ読めないところはあります。へたるのもしかしたらちょっと早いのかなっていう、その、シューズとしての寿命は全然長いんですけど、多分、おそらく。その反発を感じる寿命が、もしかしたらちょっと短いかもしれないっていう僕の想像ですね、ここは。ここは僕の想像。でもなんかそんな気がする。でも、シューズとしてはね、多分、結構これは寿命長いっすよ。僕もね、ハイバウンス1000キロ走っても全然、アウトソールとかもなく、どっちかというとアッパー部分がね、へたってきちゃって。ハイバウンスの弱点はアッパーなんですよ。アッパーがフライニット素材でちょっと緩いんで、ほんと靴紐めちゃめちゃぎゅうぎゅうに結ばない。ちょっと安定感が、上の安定感がなくて。あとヒール部分も僕の場合は足の形的にちょっとね、食い込んできちゃってたんで、このひっくり返してたんですよね、こうペロって。その、フライニット部分を。ヒールだけ。そういうちょっとね、使いづらさはあったんですけど、そこら辺に関してはもうアッパー部分に関してはもう全く非の打ちどころがない。ただ足の形があと合うか合わないかの問題ですかね。アウトソール部分もこうね、見てわかると思いますけど、結構でかいんですよ、こう。面積が。なんで、接地の安定感もかなり高いと思います、これ、本当に。走った感じも。本当安定感のあるシューズだなって感じですね。ぶっちゃけめちゃめちゃ行ったろうかなと思ったんですよね。ドンキベイパーの下りもあったし。2900円でカーボンシューズとか無理だろうみたいな思ってたけど、想像以上にいいんだよな。それはびっくり。2900円っていうね、価格との比較にもなるけどね。これが例えば、18000円だったらちょっと、ってなってくるかもな。でも15000以下のシューズと比べてもいいかもしれん。下手なシューズよりかは。本当に、またね、ワークマンからすごいシューズが出たなと。このハイバウンスシリーズ。かなりいいんじゃないですか。僕はドリブンソールぶっちゃけそんなに合わなかった口なので、今回、またさらに。これが出て、うわーワークマンやべえってなってますね。ハイバウンスと僕はこの、オーバードライブ。信者ですね。もうハイバウンスはね、間違いなく僕を本当に支えてくれた、初心者竹本和樹をね、ずっと支えてくれた、ジョグ集だったんで、本当に感謝します。だからそういう人がね、また現れてくれたらなと、この動画を見て、ちょっと買ってみようかなと思って、うわーこのシューズいいっつって、ランニング人生がちょっと長く続いてくれればなと思います。そんな感じで伝わったでしょうか？僕の熱量。本当にこのシューズマジでやばいっす。なので、ぜひ皆さん、一回、しばきだけでもいいんでやってみてください。サイズだけね、注意していただけるといいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ワークマンからベイパーがついに登場しましたよ。皆さん。ランナーは足早い